しいやったぞ。ほら、ほら、ほら、はい、どうも、ゆたかです。今はですね、大阪に来ております。今日はね、YouTube 界のですね、YouTuber、木村ハムオさん。木村ハムオさんと一緒に、大阪に来ております。今はですね、大阪の、なんだここは、難波にいます。さすがにやっぱ外国人が多いですね。これからね、なんだっけ、肉水うどん、違う、肉水、やだ、肉水っていうね、お店があるんですけど、普通はね、肉うどんで、肉とうどんがあると思うんですけど、肉だけ、とても贅沢なうどん屋さんがあるということで、ちなみにそこ、ナンバーか月です。こっちですか。伝説のお店、あ、もう並んでますね。すごい。10時半ですよ。ね、10時半だから。今10時29。肉ですね、まさに。肉水屋さんに10時29分にっていう。僕もね、初めて行くので、すごい楽しみなんですけども、元はね、そこに難波花月さんがあるんで、芸人さんが肉だけのメニューないんかいということで始まったのが、由来みたいですね。うわ、すげえ並んでんだこれ。やばいな、これこの並び方ですよ。やばいですね。行ってみたいと思います。肉水のですね、本店場所知ってるんですか。あ、本店じゃない、あそこ何店ですか。別館で、もうね、多分ね、店内のキャパの7回転ぐらいしないと多分入れないんで、最悪は明日チェックアウトしてから行こうかっていうことになってるんですけど、本店にもちょっと行ってみたいと思います。今のはですね、今のが本店だったみたいで、別館に今向かってます。ここはナンバーグランド花月さんですね。ナンバーグランド花月さん。お、この中に入ってると違うのか。ナンバーグランド花月。ちょっと行ってみたいと思います。お、こっちも全然空いてますね。こっちにしましょうよ。さあ、なんだっけ、千歳別館オープンしました。オープンしました。肉水千歳別館です。行ってみたいと思います。肉水豆腐入りっていうのと卵の小ご飯。あ、米は頼まなかったんですか。多分これに小玉の米に。あ、それがご飯ですか。そうです。あの小玉が。木村半蔵さん。なんか。乾杯。乾杯。乾杯。来ました。これがですね、普通ならこの下にうどんが、肉うどんがあるはずなんですけど、探しても探してもうどんが見当たりません。肉をね、こんな食べれるっていう贅沢ができると。チーム入りますね。で、こっちにも卵があって、こっちも卵があって、今朝2つ卵を食べました。4つ目。卵だけで。木村ハムオさんです。40円ですね。こういうことができちゃうわけですね。店に入るとは後でいいじゃないですか。確かにね。完食しました。スープまで全部飲みましたよ。めっちゃうまかったです。千歳の肉水を食べまして、同じ食べ物に吉本のね、いろんなお肉があります。すごい、ほら、吉本のお人形さん来てますよ。こんにちは。ノリがいいね。すごい、今すごいパワーラインですね。あいつら絶対遊んでますよ。あいつら仕事してないです。で、お土産屋さんがあってっていう感じですね。とても美味しかったです。食べた後ですけど、まだこんな並んでます。すごいな。
日本橋に来ました。東京でいうと秋葉原みたいなね、電気街、オタク街と言われてるみたいですね。今日も盛り上がっております。おお、すごい、カードとか売られてますね。僕が全然興味がない街ですね、アニメ。あ、ジャンバラだ。これコンピューターショップですね。ジャンパラでしたっけ。行きましょうよ。行くんですか。え、行かないですか。行かなくていいですね。はい、行きません。あ、次ドスパラ来ましたよ。まるで秋葉原ですね。ねえ、なくなっちゃったかな。ドスパラス。20年前。ドスパラス。最強の CPU を見つける旅。おお、マジで秋葉原だ、どう見ても。すげえわ。あ、ドラクエだ。ドラクエローソンだ。すげえ。すげえ。これはすごいな。キングメタルだ。キングスライムだ。誰だかわかんないこれ。でも誰だかわかんない。JRA 何番に来ました。軍資金いくらか。1000円でいいんですか。もうね、楽しむだけだから。1000円分競馬をしようと思います。貧乏人の貧乏人の人生。中京11ですだから、やっぱメインですよこれ。中京のメイン。13でしたっけ。あ、じゃあ11ですか。よし。札幌ブレース何も知らずエントリーしてみたいと思います。あと12分後です。札幌ブレースはですね、10頭馬が出場するみたいですね。よし、あ、これだ。これ3連単答え出てます。倍率札幌5レース、全部で8個ベットしました。こちら単勝、生まれて初めて、こっちが3連チップみたいですね。挑みます。何の馬の情報も見ずに買いました。全く分かんないです。スタートしました。ほぼ揃っていました。ラッシュ6番リワーファラオがまずは先頭になっていきます。ストーンからタイガーナパールボールが先にかわしました。2頭の外に9番フルトス、続いて1番3頭スタンド前から1コーナーです。1番新聞さ8番6番と2番5番アスペテラッシュ4番手5番手1コーナーをかわしていって1番中段1コースに1番誰が誰だか分かりません。番号も分かりません。かわして10番ハイコリア先端に押し上げようとしています。7球ありません。単勝は当たる可能性があります。1着、あ、全然変わっちゃった。ダメだ。1番後ろにいますね。7、9、10、10だ、いけ。カリフォルニア行け。カリフォルニア行けって。1番やろ。よしよしよし。早く走れよ。もうダッシュ、ダッシュしちゃえって。ダッシュしちゃえ。もうダッシュしちゃえって。よしよし。よしよし。わかんないです。よし、ラスト、ラスト。ラスト。よっしゃ、カリフォルニア行け。当たった。カリフォルニア、おいおい、ね、ああ、やられた。これは面白いね。ああ、惜しかったです。惜しかったです。10当たってます。ほら3連単当てた。半端なくないですか。47です。何倍ですか。いや、分かんないです。やばい、何も分かんない。3連単ですよ。換金いきましょう。さあ、木村ハモさんがですね、
シブラーさん3連単まるまる集めました。さあ換気に行きたいと思います。これはもう大東京大阪です。木村ハモさん100円を5300円しました53倍でした。3連単そのまま当てて、53倍で、完了となりました。 53.8 倍です。利回り 5380% ということで、ナンバーの特集は以上となります。いってらっしゃい。